こんにちは、 AAB アナウンサーの金井哲馬です。今週のキックオフ秋田は明治安田生命 J2 リーグブラウブリッツ秋田対ベガルタ仙台の東北ダービーからお伝えします。試合開始およそ2時間前、監督や選手たちが乗ったバスをサポーターが待ち受けます。感謝しかございません。今回監督や選手たちがスタジアムに向かうバスの車内に特別にカメラを設置することができました。最後の試合まで頑張って戦ってほしいと思います、はい、ちょっと遅くなったけど今日決まります。大丈夫です。勝てば自力での J2 残留が決まる仙台との一戦、勝利を信じる多くのサポーターの声援を受け選手たちは戦います。5月以来のホームゲーム勝利もかかるブラウブリッツでしたが、前半29分仙台に先制ゴールを許してしまいます。ブラウブリッツは3試合連続スタメンのフォワード吉田いぶきのヘディングシュートなどでゴールに迫りますが、0対1のまま前半を終えます。後半32分、高田のクロスから中村がつなぎ梶谷、惜しくも枠を捉えることができません。後半43分にはゴール正面から飯尾がシュートを放ちますが、相手ゴールキーパーに弾かれてしまいます。ブラウブリッツは0対1で敗れ、 J2 残留も5ヶ月ぶりのホームでの勝利もお預けです。ホームでなかなか勝てなくて、応援してくださっている方々に本当に悔しい思いさせてますし、最終戦のホームでは絶対勝ちたいなと。泣いてもらっても残り3試合なんで、最後いい形でシーズンを終えれるように頑張りたいなと思います。ホームで勝てずに申し訳ない気持ちしかないです。上の責任は監督の力不足だと思います。ブラウブリッツの勝ち点は47で、順位は変わらず13位です。 J3 降格圏21位の大宮との勝ち点差は8に縮まりました。ブラウブリッツは次の試合に勝つか引き分け、もしくは負けても、大宮が引き分けか負ければ J2 残留が決まります。今シーズンは残り3試合です。続いては選手がどのようにプロの夢をつかみ今に至るのかをたどるプレイヤーズヒストリーです。今回はフォワードの丹羽詩音選手です。プロで生きていくためにはチャンスをもらった時、チームが負けている時、引き分けの時、追いつかないといけない時、大事なところで点が取れる選手が生き残っていくと思うんで。崖っぷちだったあの頃、初めてチャンスをもらったプロデビューの日、大事なところで点を決め、プロへの道を切り開いてきました。試合に出られない日が続いても諦めることはありません。どんな時も、試合に出れない時も、出てる時も、練習からもハードワークすること、それは負けないと思います。大阪府高槻市育ち、小学校からサッカーに打ち込んでいた丹羽選手が頭角を現したのは中学生の時。学校の部活に所属しながらナショナルトレセンに選ばれると、ガンバ大阪から移籍の誘いが。しかし断ってしまったそうです。楽してたっていう見方ももちろんあって、その環境に
からこう一歩踏み出せなかったみたいな、勇気を持って一歩踏み出せなかったっていうところかなと思います。その後悔から大学は日本一厳しいと言われる名門明治大学へ。まあ、親元を離れて寮生活で、まあ、逃げ場のない一番厳しい道を選ぼうと思って。毎年多くの J リーガーを輩出する強豪にあって、大学4年になるまでほとんど公式戦の出場は叶いませんでした。 J リーガーへの思いが募りながらも就職活動も開始。プロへの最後のアピールの場は大学日本一を決める総理大臣杯でした。就職するかまだプロ目指せるか、その大会で結果残せたらプロ目指せるし、それでダメならもう就職にっていう感じで挑んだ大会だったんで、午前中に最終面接が入ってた企業があって、その午前中そっちの面接行って帰ってきて試合に出たんですけど。名古屋での面接を終え試合会場の大阪へ。後半途中から出場した試合でアディショナルタイムにゴールを決めました。この大会5試合で3ゴールを挙げ、チームの日本一に貢献。この活躍がスカウトの目に留まり、Jリーガーの夢を勝ち取りました。明治大学の栗田監督から、大事なところで点を取れる選手になれっていう言葉をいただいて、大事なところで点が取れる選手が生き残っていくと思うんで、その言葉はすごいずっと心にあります。プロデビューは1年目の第7節。初ゴールは決勝点でした。同世代の選手たちの活躍に対して合わせる部分もあったんですけど、今日はひとまずこうスタート地点に立てたので、これから継続してもっと頑張っていきたいなと思います。29歳になりました。大事なところでゴールを挙げることが厳しいプロの世界で生き残る道だと知っています。一回だけもう全然今年はダメですけど、大事なところで点取れる選手になりたいなっていうのをずっと思ってます。今シーズンここまで2ゴール。ここ1ヶ月は出番のない試合が続いています。それでも出ようが出まいが、自分の成長に意識を向けて、今日何ができた何ができなかった、今日できなかったことは明日またチャレンジしてみようという気持ちがすごい強いんで、どんな時も自分に矢印を向けて、いつまでもこうチームのためにって言っても上にはいけないと思うんで、派手に活躍して上のステージで戦いたいなと思います。今年もストライカーポケモンエースバーンがやってきますよ。来月11日プロモーションサッカーフェスティバルが三ヶ星の TDK 秋田総合スポーツセンターで開催されます。右下の QR コードから申し込みができます。参加費は無料でチームでも個人でも参加できますよ。詳しくは秋田県サッカー協会のホームページをご覧ください。エースバーンと一緒にサッカーをしよう。ブラウブリッツ秋田は明日アウェーで大分トリニータと対戦です。イオンモール秋田ではパブリックビューイングが行われます。秋田一帯で声援を送り、勝って J2 残留を決めましょう。キックオフ秋田、また来週。